莫大に寄付をしたら、野球、ラグビー、水泳と無理やり万能選手、毎月のお小遣いがちょいと5万円ばかり。お金があってスポーツマン。我が輩の恋した乙女、黒い瞳のとしちゃん、約束したとき彼女の言うにはねえ忘れちゃ嫌よ。おお愛しいのものよ、お前と一緒になるため、家もお金も学校も捨てて働く月給が30円。長者の跡取り息子、海三郎君は大学へ入るとともに、後見人であるおじさんから極端なる金持ち教育を受けました。金どんどん使うべし、いくら使っても減らない金があるんだ。というわけで、三郎君じゃんじゃんと使って青春の日を楽しんでいるうちに、ふとしたことから喫茶店の看板娘、おとしちゃんと恋しよう仲になりました。ところがおとしちゃん、なかなかがっちりした娘で、あなたと結婚するのはまるでお金と結婚するのと同じだと思うわ。あなたが一人前に働いて、あなたの腕でお金を取るまで、この結婚はお預けよ。しかし、おじさんは、バカ、金持ちのせがれのくせに働くやつがあるか。絶対にいか。頭っから大反対です。しかもおじさんの選んだ許嫁というのは、麦麹子爵の令嬢で少し足りないので有名な美智子というお嬢さん。身体極まった三郎君、幸い友達の三田という男がおじさんの経営するデパートの余興を引き受けているので、三郎君これに頼んでうまくごまかしておじさんのデパートに勤めてしまった。今日はその最初の月給日です。これね、僕はまた初めての月給だよ。これ自分で働いて取ったんだけど、あの、何か捨てれば、お腹空いてない。いいえ。指輪が捨てれば。いらない。なら、あの、映画見に行こうか。一体その中にいくら入ってんの？30円。じゃあ、あなたが毎月もらっているお小遣いは？それは、3万円使ったこともあるよ。おバカさんね、それお小遣いじゃないのよ。月給よ。それは、無事さ。せっかく働いて取ったお金、遊んで使っちゃっていいの？そうだ。ねえ、おとしちゃん。これから二人で行って、おじさんに結婚許してもらおう。ね、いいだろ。さあ、行こう。そんなに急に行ったって、すぐには許してくださらないわ。何？大丈夫だよ。僕のこの熱でね、おじさん取らせてもらおう。お前にはまだ自分の身分というものが分かっていないのか。今、この江家の家計を見せてやるから、そっちの端を引っ張れ。長いですね。長いとも。この家は3600代も続いた名家だ。この代々が皆家権というものを大事に守ったからこそこの家が持ったのじゃ。今よく話してやるから、よく聞け。その家権の一つに言わ、跡取りになる人間は絶対に働いてはいかん。これはこの間も言った通りだ。
じゃあどうしても働いちゃいけないんですか。いけないとも。何と言ったらわかるんじゃん。金持ちのせがれのくせに貧乏人の真似などして働くなんて、そんな無駄なことする必要はない。第二、嫁は代々麦麹家よりめでるべきとな。ここが肝心じゃん。じゃあ、バカと。バカとは何じゃ。その、ぼーっとして、ものがね、わからないだけだ。じゃあ、つまり足りないんですよ。もう、早い話はそうじゃな。それじゃあ、バカじゃありませんか。それはバカだ。そんなことどうでもいいよ。いいか、麦麹家以外と結婚しちゃいかんぞ。だって、あそこの家が、だいたいバカなんてるって世間で有名ですよ。そこが家賢の家賢たるところじゃ。今は一番最初のご先祖様を見せてやるから、こっちに来い。これがお前だ。初めのご先祖を見せてやちゃん、僕の一番最初の先祖誰だか知ってるかい。分かってるわ、おじさんさんでしょ。あれ経図見たね。冗談はよしよ、おじさん何とおっしゃって。その一番最初のご先祖様は裸一貫だから。バカバカしい着物をしたおじさんなんてないわ。それからどうして。その裸一貫からね、あれだけの身体を作り上げるには、それはそれは固い家計を守ったから。その家計には跡取りになる人間は決して働いてはいかん。いや、跡取りになる人は働いてはいけないよ。それからもう一つ、嫁は代々、天皇の家柄である、あの、麦麹家の娘をもらうことだとさ。それからあなた、何と言って。そんな加減、つまらないからやめちまいましょうって言ったら、いきなり。でもね、僕の決心に変わりはないんだよ。私の決心にも変わりがないわ。おじさんの気が変わるまで、いつまでも待ってますわ。本当かい。ありがとう。当店自慢のデザインでございまして、松人の心という優しい名前がついております。皆さん、だんだん日が暮れて空が真っ赤になってきます。ああ、今日もこっちを待って暮れていきます。僕はたった一人ぼっちで、恋しい人の来るのをいつまでも待っているので。夕日を見ているとただなんとなく見ていると、僕は寂しいのよ。心の底から寂しいんです。寂しくてたまらないのよ。全く寂しくてね。本当ですよ。あなたがいないからよ、あの人本当に食べてしまいたいくらいです。追いかけてどこまでも箱根の山や白石の滝の中まで、この僕
本当に言っています。どこへでもどこまでも、ああ夕日を見ていますか。
ねえ、うん、こんなに重ってあったんだら、あそこで働くことはお茶なしにしてくださいよ。秘密、なるほど。時に妹はもらっていただけるでしょうな。おかしくてあんなタコ、僕の結婚したいのはここにあるんですよ。もしおじさんに秘密にしておきたいなら、妹をもらってもらおうか、それとも僕の会社に10万円ばかり出していただくか。男君だな、両方とも断りたいよ。あらえさった。わしは社長として斎神江三郎に解雇を申し付ける。あの麦小路マシュマロのやつが言ってたんでしょ。思ってても損しちゃった。誰が妹、首は首じゃ。さて改めてわしはお前なんという浅ましい姿じゃ。わしはこの年になってそのお前の浅ましい姿を見ようとは思わなかった。それが大演劇の跡取りの姿か。わしはお前の叔父として、また大演劇の後見人として命令をする。麦小路家の美智子と結婚をしてこの社長となれ。嫌です。断然嫌です。僕は自分の腕一本で働いて、好きな女と一緒になります。バカ、この生意気なことを抜かすな。世の中ってそんな甘いもんじゃないぞ。おじさんの歯が頭ほど、しょっぱくもないですよ。首か、力ずみは社長か、どっちを選ぶ。社長なんてまっぺらごめんです。僕は教官に打ち入れてて、自分のやりたいことを思い切り自由にやります。窮屈な打ち入れてるかと思うと、胸がスッとすら。勝手にせえ。そんな世の中を舐めた真似をして、後で泣き面を下げて帰ってくるなよ。世の中ってものは、自由を求めて、かえって不自由な目に遭うんだから。おじさんこそ、後で泣き面を下げて帰ってきてくれって頼めらんなよ。バカなやつじゃ。バカなやつだ。いいですよ、自分も勝手にしますから。僕は自分のやりたいことを思い切りやってみるんだ。君、ちょっと、それじゃあんまり、ねえ、社長さん。三郎さんも悪いけど、社長さんももう一度考え直して。うるさい、君もついでに首じゃ。お先へ、さらぬ、お先へ、悔しみなさい。ああ、ついでに首にされちゃかなわないよ。どうもすまなかったな。いや、何いいさ、その代わり君が自由になったんだもん。実際、金持ちなんて不自由なもんだ。僕は今まで人間らしい気持ちでいたことはないよ。私、今日限りこのお店辞めますわ。辞める？辞めてどうすんの？僕ね、ちょっとあんたに話があるんですけど、これちょっとお伝えくださいな。僕、これから自分の力でね、働こうと思うんだけど、いや、ね、ねえ、僕と結婚するんだ。言うせえ。僕は帰るよ。まあいいじゃないか。この美しい光景をもう少し見ていくよ。断るよ。君、だけどこれから先、どうするんだね。どうするって、また元の古巣へ逆戻りさ。あ、例のバーね、うん、あそこ台が変わってキャバレーになったんだ、うん、あそこでお雪と友稼ぎでもするさ。あなたはいつものように言葉だけは優しいけれど心の内は君の言葉だってわかる。
すんな。うん。早く男に。バカ。よし、いない。女っていうものはすべてそういうふうに取り扱わんきゃいかん。な。うん。そうや。女なのは、無事件はどうやんじゃ。の、えげ。無事。な、こんなの。いや、おや、いらくごちそうになりました、奥さん。あら、奥さんなんて嫌ですわ。え？あれ、奥さんじゃないのか。いや、奥さんじゃよ。いや、奥さんじゃないよ。奥さんじゃよ。奥さんじゃないよ。奥さんじゃよ。そうじゃないったら。奥さんじゃよ。そうじゃないったら、バカ。バカ、奥さんじゃよ。まあ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 、まあまあ、待て待て。なんだ、僕たちは夫婦じゃないんだ。つまりなんだよ。おじさんの許しが出るまで結婚できないんだ。なんだな。気持ちだけのこの夫婦だな。何？いらっしゃらんぞ、女。うまいじゃありましたよ。びっくり言われたぜ、ほんの。なんだ、この中には何も起こってねえじゃん。バカにするね。この野郎、青を持って
もしもし、もしもし、もしもし、どうしたの？何を言っても、消えるとも、この人の動きないようにしてくれ。もう、この家の。そんなこと言ってやがった。なっちゃん、待って、なっちゃん。お忙しいとこ、失礼します。うちのお達者にしてはるんでしょうか。もう、それやがな、それやがな。あて何にもしないのに、うちのおたふがごちゃ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 言いやがって。もう、この野郎、さーくら。今に身近なの見せてくれるわ。お達者、お達者。そりゃお前さんが、女給になるってことは何も止めはしないけどさ。でも、そんなことしなくたって、立派に暮らせるご身分じゃないか。家へ帰るって言うの？今さら食うに困りますからって言って、あのおじさんのところへ行けやしないわ。せっかくあの家を飛び出して、そんなバカなこと。トシちゃん、あんたも随分苦労したけどまだダメね。そんなにくだらない立派でさ。立派でとこよこだし、もう姉さんなんか頼りにしませんから。トシちゃん、ご飯でも食べてたらどう？いりません。でもさ、サブロさんなんかごちそうでも持ってお帰りよ。いいんです。強情だよ、本当に。ほんまに幸福やろうか。ほっとけって言うてんのに。あなたは幸福だとは思わないの？うん、二人は幸福だね。ごめん。どんな借金取りしたって怖かないよ。なまじ払う金がかかる怖いんだ。おい、誰かがいないとどんどん入ってまい。うちの中何やったらよく見ろ。カート。若様、おいたわしや、かかる牢獄に置かせられまして、さぞかし。もういいよ、いいよ。わかったよ、わかったよ。いや、もう、謝るよ。若様、お気の弱くなられたこと、あれやこれやと一部始終を三田さんから受けたまわり、不祥かと全く肝を潰してしまい。おい加藤、どうだ、ちょっとした失実貢献ぶりだろう。いやいや、もったいない。誠に恐れ入りましてございます。それにつきまして、何か来るのか。はい。
おい、運転手。いずれもお口に合わんでしょうが、いずれも若様の大好物ばかり。師匠、残念だが、うまそうだね。大学へ行ってからというものは、お日の気になることばっかりだ。お千代さんじゃないか。いや、大門さん、33年ぶりですわね。あの時お前は17、あなたが31。あの時は14違いだったが、今でもやっぱり14違い。不思議なもんだね。あの時の思い出の写真、今でも持っておりますわ。おお、自分にとって一生に一度の魂をかけた恋だ。それじゃあれから、ずっと独身です。これが男の恋です。真の男の恋です。そんなに私を思ってくださるなんて。泣いてくださるな。すべてはみんな運命です。許してくださいます。私という存在がそんなに大きくあなたの運命を支配するなんて。なに、すべては皆過ぎ去った昔の夢ですよ。離れ離れに西東、33年あわずとも愛しごい君ゆえに、夜ごとぐるぐる夢でくる。本当にそりゃ嬉しいね。パパ、
き独身だとおっしゃったわね。いや、あれはもらっとだろ。おじさん、いや、それを聞いたら死んだお母さんが、さぞ近くになるでしょうね。じゃあやっぱり。ええ、これはおじさんの本当の子ですよ。なんそれ。これ僕もらっときます。まあ、散々人に涙なんか流させたりして。でもそんなこと今更どうだっていいわ。その代わり三郎さんのことについてお願いしたいことがあるのよ。いや、わしはあんなことは知らない、知らないよ。まあ、加藤さん。あなた、昔二人の仲を取り持ってくださったわね。ああ、さあ、そりゃ。それなのにこの親父とぼけてんのよ。ねえ、あなた何とかしてちょうだいよ。ああ、銃ならんとほつすればこうならす。ああ、これはわしはつらいよ、と。本家様のご入来。あのな、みんな集まりましたかな。はい。あ、はい。ございますこと。ごめん。うまくいくかな。うまくいくとも。いや、ダメだろう、きっと。なに、うまくいくじゃ。これで全部お揃いになりました。ではこれより親族会議を開いていただきます。恵義家には家権により定まった嫁というものがあります。それ以外のところより嫁を取ることはできません。いかがです、ご本家様。その通りだね。生身だろ、生身だろ。いかがですか。うん。ああ、もっともである。なあ、すみ。さようでございます。ね。ごもっとも。本当に全くそうだね。ねえ、あのお坊ちゃん、
いかがでございますか。なん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 。まあ、お坊ちゃまもすごくご同感だとおっしゃいますの。お利口ですこと。あの、お坊ちゃまもご賛成でございます。皆様、ご同意でございます。さて、ご本家様。その通り、その通り。では、これから三郎の許嫁をご紹介いたしましょう。おい、加藤。なるほどに。素晴らしいもんだに。まあまあ、おきれいですこと。まあ、モダンなスタイルのいい、ええ嫁ですこと。みんなでご一杯飲むか。